長野県営飯田野球場は長野県飯田市の飯田運動公園内にある野球場。2015年から2025年までの命名県名称はメンハン飯田野球場。稲田二の高台に位置し多目的グラウンド、弓道場、テニスコートなども併設される運動公園内にある。1989年に新設されバリアフリーにも対応。設備や 電光掲示板も完備されている。たびたび、プロ野球イースタンリーグ公式戦が行われていたが、近年は主にアマチュア野球や高校野球の使用が主で、ある。高校野球では、大会公式戦が行われるほか、飯田シモイナの高校で構成される、メシーリーグと呼ばれるリーグ戦などが行われる。2007年から、ベースボールチャレンジリーグのシナのグランセローズの主催試合を行っている。 2015年1月23日、メンハンホールディングス株式会社が、長野県営飯田野球場のネーミングライツパートナーになったことを発表。2015年4月1日から2025年3月31日の10年間は、メンハン飯田野球場という名称となった。2017年、観客席とスコアボードの改修を実施。スコアボードは2枠の全面表示タイプとなり、 休息や気温表示も備わった。ありがとうございます。